と、そういうわけなんだが。どうだろう、一星のこともあるし、竜道寺に住んでるからって怪しいと決めつけるのはどうかと思うんだが。九月先生か。マスターとしての気配っていうより、そもそも魔術師じゃないんだけどな、あの人は。魔術師じゃない？なんだ、よかった。それじゃあとりあえず九月は除外か。なんで？そんな怪しいやつマスターに決まってるじゃない。今夜にでも仕掛けるわよ。学校に手を回して夜勤になるように仕向けるから、エミヤ君も準備しといて。ちょっと待て、いくらなんでもそれはなし。クズキを夜勤にするって、それじゃ今夜にでも戦うっていうのかよ。当然でしょ、クズキが明日も学校に来る保証はないもの。機会は待ったなし。夜まで学校に残らせて、帰り道であいつがマスターかどうか試すのよ。念のため聞くが、マスターかどうか試すってどうやって？実力行使、エミヤ君の時と一緒。俺は反対だ。試すにしてももっと穏やかな方法がある。わざわざ危険な真似をしなくてもいい。危険じゃないわよ、私だって見境なしじゃないわ。影から軽いガンドを打つだけよ。もし久月先生が一般人でも2日風邪で寝込む程度だし。いやそれも問題だろ。もし久月が本当にマスターだったら、そのまま戦闘になる。こっちから手を出す以上、話し合いにはならない。うん、わからないわね。それなら余計好都合じゃないの。一体何が危ないっていうのよ、エミヤ君は。そっちこそわからないやつだな。だから遠坂が危ないって話だろ。そう、別にいいわよ、それなら私一人でやるだけだもの。俺も付き合う。遠坂を一人にしたら、どんな無茶をするかわからないからな。それはこっちのセリフよ。まったく、何を言い出すかと思えば。下校時間ね。それじゃあ待ち合わせは午後7時。橋の下の公園。戦闘になるだろうから、ちゃんと準備してくるのよ。では、今夜キャスターのマスターに仕掛けると。いや、まだクズキがマスターだって決まったわけじゃないんだが、概ねそうだ。そういうわけだから、今日の鍛錬はなしだ。夕食もすぐに支度するから、待ち合わせに備えよう。で、そっか。そういえば、出陣の前に飯食うのって良くないのか。なぜそのようなことを聞くのです？戦闘時に空腹では問題があると思うのですが。いや、腹がもたれるのかなって。あと1時間もないし、夕飯は帰ってきてからのがいいんじゃないかなって。いえ、そのようなことはないと思いますよ。口にしたものを素早く消化するのも戦士の素質です。その普段から正しい生活と鍛錬をしていれば、食事はあまり問題ないかと。それはつまり、夕飯は作って OK ってこと？はい、そちらの方が大変力が出るのでは。それじゃあ今に言ってるけど、セーバーは？シローの邪魔をするわけにはいきません。私はもうしばらく気を整えておきます。
了解。飯ができたら呼びに来る。そうか、武器の一つも持っていかないとな。欲を言えば、あいつの剣みたいに。ないものねだりをしてもしょうがないだろう、バカ。お待たせ。必要なものを揃えてたら時間かかっちゃった。ね、そっちの準備はどう？まあしょうがないか。そもそも白兵戦ならこっちはセイバーがいるんだし、エミヤ君は様子を見ているだけでいいかもね。そうだな、セイバーがいる以上俺はセイバーのフォローをするだけだ。リン、なぜアーチャーはいないのですか？え、トーサカ、アーチャーを連れてきてないのか？ええ、あいつなら置いてきた。今夜は奇襲だし、セイバーがいるなら必要ないでしょ。正直なところ、あいつとキャスターを合わせたくないのよ。から見られるのはアウトだけど、防音だけは完璧よ。ここ一帯ミサイルが落ちても周りには気づかれないわ。来た。エミヤ君、隠れて。なあ、トサカ、やっぱりクズキは違うんじゃないのか？まあ、やってみればはっきりするでしょう。準備はいい？エミヤ君。